前の描かれた当時の姿を再現するために一番大事なことはそこに表されているオーラですとか東照のお絵描きの求めたものを私たちも追っていく、筆を持ってこう持っていく時乗り移った気持ちでないとその線は出ませんね。あ、この点で迷ったとか、この時点で考え直したとか、その考え直したところでここのぼかしを引いてるねとか、そういうことまで日々感じながら行くわけです。同じ気持ちで行くわけですから、手順も同じ気持ちで線を引くから、同じ強さで同じプロセスで行くわけです。技術的完成度を高めて当時の職人と同じようなレベルに達した上で絵描きの気持ちでその技術を駆使して絵を制作していくことになります。私たちはカメラでもなければコピー機でもない、自分が受け止めた感動を通して、再現していくっていうふうなところが一番大事なことだと思います。
もうそれを驚くほどの奇跡でつながってきたことです。すぐ目の前が調達できない時代になっています。400年もっとそれより先につないでいけたらっていうのが私の願いですし、名古屋のやった文化財的な意義だと思いますね。それもすごく意義深いことです。継承していくものを作ったということですね。ちょうどタイムリーに継続できた、そういう時代にありますね。もう一度って言っても名古屋も無理だと思います。今私たちが見てるのは400年前の美ですが、その私たちのものも100年後200年後になっても、あるいはできれば400年後よりさらにその先も見ていただけたらというふうに、あ、これは平成の模写だねっていうふうなことで見ていただけたらと思います。そのためにはもう死に物狂いでやらなければ絶対心を打たないんです。見上げたところにずらっと天井画が入った時は、今とはまたもう一つ格別な感動を持っていただけるんじゃないかなと思います。それは私たち自身もすごく楽しみにしているところですので、これからも完成を目指して頑張っていきたいと思います。